はい、ジジイ、Thanks。てか最近フォートナイトやりすぎて若干上手くなってきてない？最近めっちゃやってるからな、フォートナイト。ここさ、進化できるとこなかったっけ？あれ、ここなかったっけ？あれ、なかった？ここあったと思ったんだけどな。なさそうだね、強化。今あった？え、どこ？下？あ、ここか。 L。 あ、いるね。あ、なんであいつこっち見てきた？なんだあいつ、弱そうだぞ。うわ、取るなよお前。オッケー。 うわー、こいつやるか。オッケー。 G&G 巨大な。おお、オーマイガネス、完璧のペキでございます。 Thank you。 じゃあちょっとさっきの試合のね、やっぱアリーナソロビグロイ、チャンピオンリーグ1個手前、まあこの時間ですから、まあチャンピオンリーグ、になってるんですけれども、チャンピオンリーグの勝ち方をね、皆さんに紹介していきたいなというふうに思います。まあまずは開幕、カソッチにおりますね。こういうふうに、うん、カソッチにおりました。カソッチに降りてからのですね、はい、まあここまで移動するわけですね。マップで言うと結構カソッチどこかな、この辺かな、この辺に降りて、まあここに行ったと。で、向かい側にね、建築が見えたんすよ。ここね、ここ見えたんすよ。あ、敵いるかもしれない、いるかもしれないっていう感じで、ちょっと寄っ添ったら、ここにね、敵が一瞬見えたんで、どこに行くのかなって言ったら、上に上がってると。上に上がってたんで、僕も上に上がると。で、本来はここ、バレてもいいかなと思ったんだけど、音をあんまり立ってなかったらしくて、で、ここで油断した敵を AR でカットしていくと。はい。で、落ちた敵を、狙っていくんですけど当たらない。でもう一回狙います。もう一回狙って、んーナイス、んーナイスっていう感じで、はい、ちょっと何クッションも入りましたが、見事に敵をやることができたと。はい、これね、大切なことなんですけど、この AR が決まってなかったら結構きつい。もう白まで削ってるんで、ここで、ここまで、ここで白まで削ることが大事。いや、ほら、もう170ぐらい、ん？ 130 ぐらいカットしてるわけですよ、この AR で。だこういうちょっとした手段を当てることが一番大事かなと。
いうお話だと思うんですけど、ここのねポンプショットガン一発で仕留めたかったですけどね。まあ GG ということで、はい、次ですね。ここはまあ解説すると、ここでピョクッと敵が見えたんですよ。で、何やってんだろう、あのね、動きがちょっと迷いがあったんで、こういう敵には、迷ってる敵にはもうガンガン突っ込むっていうことなんですけど、僕もちょっとなんだこの人って怪しいなって思ってたんで、ガバガバなんですよ。ガバガバ当たらず、で、建築してこない、で、結構当てられる。でも、AR のエイムで、かまそうとするけど、取られそうになったんだよね。うん。で、これ建築していけばいいけど、焦って SMG で突る。ナイス、ジジ。結構ツルハシを振った時にやられてしまうことが多いんで、あんまりね、あんまりやんない方が、こういう時はね、SMG でやってショットガンで詰めるっていう方法がね、一番いいかなと思います。はい。で、ここは終わって、アンチに向かいますよっていうお話なんですけどもね。で、左側に、ブッシュがあるんですよね、ここね。ここ、ブッシュがあるんで、やっぱいた。ここ撃たれるかなと思って、わざと川の方に、行っております。もう一回見ますか。こうっすね。ここ。ここに敵がいるかもしれない。え、本当にいたね。ここに。あ、今一瞬見えたね。で、いるかもしんないと思って、あ、敵気づいてるね、俺に。でも僕は、ここの壁を使って、こっちに川に行くと。いうことですね。はい。いけいけ、ゴーゴー。いけいけゴーゴー、いけいけゴーゴー。ねえ、あんまりショットガンのエイムが良くないけど、まあご利用して相対ますということで、まあここはまあ、うん、やっぱ初段 AR を当てて詰めるっていう戦法がかなり良かったのかなと、うん、思います。で、今スナイパー撃たれてたんですけど、警戒してました。はい、音が鳴ったらジャンプしようって警戒してたんで、まあ当たらないですよね、こういうのは。こういうのも小さなことが変わっていくんですよ。ほんと、もう一回行こう。ここでパッて見て、あ、こっちでやり合ってるな、みたいな。音が鳴ったらジャンプ。うん、もう鳴る前からジャンプしてるけど、僕はもう、かわしたつもりでいます、これ。うん、はっきり言って。うん、かわしてるっす。で、ここで下にいるんですよね、足音。下にいるな、っつって、あー、何やってんだろうって感じで。はい、はい、と。で、突っ込んで、行っちゃうとね。で、これももう、AR でご利用しと。武器が良くなかったんで、多分、ちょっと諦めも入ってたと思うんですよね、敵。うん。で、次っすね。まあ、ここ敵いますよ、と。うん。敵いるし、結構奥、ね、いるし、この後ろ側にもいたんで、まあ、右にはあんま行きたくないなっていう感じだったんで、こっちそれたら、まあ、こっちに敵が一人いたんですよね。はい。で、これ敵、この建築、あんまり上手くないな、上手くないなと思ったんで、詰めちゃいました。はい。で、ショットガンで詰めようと思ったら、ミニガンで対抗してくるけど、まあ、ここでエイムで勝っていくと。あざすって感じで。うん。なんかこのね、船で突ってきた、よくわからんやつがいたんですよ。こう、なんかすごいのが。やばーみたいな。でも僕は焦らず、ショットガンのエイムで、ちょっと焦りましたけどね。ここがね、この人、ここで焦っちゃったんだよね。懐に入られた。多分建築したかったんでしょうね、この人。これ結構ギリギリっすね。エイムがばってるんで、僕も。このヘッシュも良かったね。80。うん。で、ここで金のショットガンを拾って、なおかつですね。なおかつ、魚も拾っていくと。ここが一番大事かな。この紫フィッシュが取れたことが一番でかいかなと思います。はい。で、アイテムは、スカー、そして、拓殖金、フロッ、魚緑、魚紫、確かミニポだったかな。そういう武器構成となっております。はい。池の上の建築はね、ちょっと壊れたらめんどくさいんで、まあ、陸上で作りたいなっていうお話だったんで、まあ、ここで作りましょうよ、と。一番怖いのはね、これ山上がね、ちょっと怖いんですよ、この。ここ怖いなって思ってました。正直言って。この山上ね。だからこの山上まで作ろうかなっていう感じでしたね。うん。ここね、この左。ここがすごい怖かった。ほんと怖かった。でも、なんか向こうに敵いるからいいかなと思って撃ってたら、撃ってたらですよ。後ろからズキュンって頭、後頭部撃たれるわけですよ。
まあ、へしを一発食らっただけだってよかったなって感じなんですけど、これヘビ砂だったら抜かれてますね。ここはもうちょっとクリアリングしっかりしていきたいなっていうところなんですけどもね。まああと残り2人とで、まあちょっとずつ削りたいなってことでちょっと削ってるんですけども、上からね絶対降りないようにして、まあ隙あれば撃っていくよっていう。この人もね本来はもっと撃ちたかったけど、まあリロードかダメで、でちょっと乗り遅れちゃって、銃食らってしまったよっていう感じですね、アンチで。でここね建築で上取ろうとしてるんでちょっと怖いなって感じで上やるんですけども、ここで相手のロケラのリロードが聞こえたんで危ないなっていう。でこれ牽制して、AR を撃つんですけど、この振り向きのねロケランすごい上手かったですね。でここ僕上取られますね。で諦めて下に行きます。ここは別に上取る必要ないなと思って、でここで、勝負仕掛けるわけですね。はい。でショットが当てられない、ロケラを撃たれる、建築していく。そしてちょっと体力低いんで魚も持ってるっていうことでちょっとね魚を食べようと。で多分崩してくるなと思ったんでもうエイムの準備はしてて GG 愛されます。